はい、それでは今回は38号です。金剛の作業ね、これ2回、信長御座の間を作る。御座の間の壁にステッカーを貼り、他の壁や押し板とともに組み入れていきます。また外壁部の、隅柱も立てますか。はい、了解。はい、そしたらね、ちょっとやっていこうかなと思います。この辺がね、ちょっと塗装がややこしいんですが、まあ、壁を作るこの辺な。あ、怖え。オッケー。次。よし、これで OK。 これはこれで OK でしょう。で、これ剥がしてみてどうなるかやな。これで、これはこれでいいんちゃう。よし、これはこれで、よいしょ。これがこうか。よし、こんなもんか。下処理こんなもんかい。はい、次はこれに大きさ違う。よしやな。あ、ちょっと短いぞ。よこうか。分からん。これでいいんかな。ちょっと待てよ、なんか書いてあるぞ。写真の位置に接着します。16は段差面が上になります。段差の低い部分が信長の座所側。段差の低い部分が信長、狭い部分にボンドを塗ってやから合うてるな。これも決めちゃおう。つけちゃおう。よっこいしょ。で、次はどういく。これやな。18、これはここやな。これはここやな。OK。いけそうか。よいしょ。すんなりいくやん。ちょっと、ほんまちょっとの差で、もう結構早く入るな。よし。よし。こんなもん。で、次がこれか。よいしょ。さあ、これでいけるかな。これで1は1合ってるんかな。これでいけるでしょうか。よし、よっこいしょ。 OK。 よいしょ。はい、ここまで OK。 次はこれやな。これをここにつけろって。
これ隙間おったっけ。この隙間って穴開いてた？あ、開いてるね。ここやな。これでどう？これで高さはいけたな。今度こっちやね。これはここ入るかな。あ、今度抜けへんかった。いけた。よし、頭はしっかりつないでおきたいので、ここからちょっと次はここに5番か。この間に5番、これをスポット、よっこら、しょ、もうちょい頑張って、怖い、よいしょ、いけた、よいしょ。ここで止まってくれ。違う、ここや。柱がずれてんのかい？柱がずれてんのかな。難しいな。いや、ほんま難しい。こっち合わせの方がいいか。こういって。よし、これはこれでいいでしょう。次に。これをこう刺すんやけど、こいつの十字がしっかり入るんかと。入らんな。ちょっと削ろうか。これでどうやろ。入るかな。まだなんか当たってるよな。何が当たってんかが知りたいねんけど。こっちは？こっちは別に何も当たってないよな。当たる要素がないもんな。裏面見てみたら、どこが当たってるかわかるな。これだけ毛がいて一回見てみましょうかね。これやな、めっちゃ見えへんけど。ここが当たってるんか。それなれば削っていきましょうね。こやな。こやで。もうちょい削りたいな。こっちもなんか毛がいてるな。こっちは若干でいいやろ。ここもちょっとだけ、ちょっとだけいっとこうか。こんなもんでいいんちゃう。これぐらい。でん。ちょっとだけ削ってみました。さて、お立ち合い。入るかどうか。入った。ちょっと乾き待ちしましょうかね。はい。さて、これつけちゃおうぜ。高さ違うぞ。斜めなってるもんな、これ。あれ？高さが違うのか。こっちは高さ一緒っぽいんやけどな。あ、そういうことか。こいつの溝が切り切れてないねんな。ほんまはもっとしたいのに、こいつが
こいつを今から切るの大変やな。こっち向きとしてこれで調整できるんでしょうか。ここなしにしてちょっとだけかかるようにして、これでどう？え？いいやんな、一緒やんな。突っ張りすぎてるぞこいつ。わかるかな？え？いや、そやな。そもそもだってこの細さとこの太さでセンターや言うてもそれは押されるでな。他の長さ違うのある？長さ、あ、折った、短いの折った。あー、いけた。いや、そらせやんな、おかしいなと思ったわ。あ、だからこれちょっと幅狭いやつやったんや。はあ、なるほどね、なるほどね。こうこうか。一発これで入れてみよう。いけたいけた、よしよし。次は、これやばいやん。え、見えてなかったけどシールが。ここは、よっしゃ、わかった、よっしゃ、わかった、やってやろうじゃねえか。このままつけれるかな。おい、ああ、よし、なんかで押さえたいな。横からもアプローチ、これでいけるやろ。焦った。で、位置の襖やろ。位置がさっきの細さやったから細い方をつけなあかんのに、細いのはこれだけしかないんだよね。ちょっと大きさちゃうもんな、やっぱりな。よっこいしょっと。あ、いい感じやな。あれ、ここはもう一個どっかに落ちてるぞ絶対。違うな。これ足りひんねんけど、一個足りひんねんけどな。あかんか、ないか、ないか。これは入れへん、ほんだら。なんか違うな。あ、そうか、これも短いのいるわ。あれ、え、短いの全部合うてんのか。これだからこれ入ったらおかしいんやな。長さ違うやつ間違えて使ってるか、これ。これとこれと、全部一緒やな。これは同じ長さ。これも入る。入る。これは入らん。これは当たり前な。これが入らん。これが入る。これは入る。入る。こいつが間違っとるな。よし、これはこれでいいね。短手のやつってもうないもんな。どっかに落ちてんかな。パーツが1個足りまへん。
ここまでいけたで。で次、次次これだけちょっとここに置いとこうか。で次に柱の部分が。10から13と同じ要領で接着していきます。イラストを見て向きに注意してください。これでは混合の作業は終了です。ということでちょっとねこいつだけねカモイかこの短いやつが一回探してみるのと明日ディアゴスティーニに現品ありますかって一回聞いてみようか。ということで今回の38号はこれにて終了です。疲れた。